西部方面特化隊とは、大分県由布市の由布院駐屯地に、大本部が駐屯する、陸上自衛隊西部方面総監直轄の、野戦特化部隊である。当隊は 155mm 榴弾砲 FH-70、多連装ロケットシステム MLRS 及び12、敷地対艦誘導弾を運用し、従来の師団、旅団の特化連隊が担っていた、師団、 旅団冷火戦闘団への編入による火力支援、大砲挟ま戦などといった戦術レベルから従来の特化軍、方面特化隊が担っていた方面隊全般の火力支援、重心地域の火力制圧、着上陸を起とする海上目標の撃破を担う戦略レベルまで西部方面隊の野戦特化部隊を一元的に管理し、指揮、運用を行う部隊である。 北部方面隊の第一特化団に次ぐ規模である2個連隊及び1個特化大隊機関であるが指揮官が一等陸佐であるため特化団に準ずる対編成をとっている2003年3月27日に第3特化軍を母体に第5地対艦ミサイル連隊を編合して編成され2019年3月26日に西部方面特化連隊を編入したまた 励化部隊だった第112特化大隊を母隊として、水陸機動団特化大隊が編成された。26中規模以降、陸上自衛隊では、師団旅団の重装備部隊の方面隊管理を目的とした、部隊の統配合が行われ、第8特化連隊を母隊に第4特化連隊を、変異合わせた、西部方面特化連隊を当部隊に編入したことで、 西部方面隊の野戦特化火力は、第42速応機動連隊の火力支援中隊を除きすべて当たり部隊の指揮下となった。31中規模以降、南西諸島における対艦火力基盤の構築を目的として、第5機体艦ミサイル連隊を増強する方針である。前身である第3特化軍は、クルメで編成され、主な装備品は、 米軍共用品の 203mm 榴弾砲、M207mm 迫撃砲及び 203mm 自走榴弾砲、北海道以外では唯一の75式 130mm 自走多連装ロケット弾、発射機を装備していた部隊であった。また、遠隔操縦観測システムは、本部隊の第302観測中隊に初配備された。警備体育は、9第3特化軍、 9代4特化連隊、9代8特化連隊の警備体育を継承し、第4公社特化大隊から遺憾を受けたため、作戦部隊としては、大分、熊本、佐賀の3県にまたがる九州最大の警備体育を有する。このうち特化隊直轄部隊は、大分県の4市を直轄するが、湯布市は県中部、竹田市は県西部、文豪の市、佐伯市は県南部であり、 一般的な地域区分とは異なる。第3特化軍西部方面特化隊方面直轄の第3特化軍と第5地帯艦ミサイル連隊を編合し西部方面特化隊が新編。広報支援体制変換に伴い、整備部門を西部方面広報支援隊第101特化直接支援隊へ移管。第112特化大隊を廃止し、 所有する 203mm 自走榴弾砲を用途廃止。第112特化大隊担任警備隊区である文豪の氏を第132特化大隊が追加担任。第8特化連隊を廃止し、西部方面特化連隊を新編。平素第8師団に連続。旧第8特化連隊の警備隊区を継承。西部方面特化連隊を第8師団連続から、 西部方面特化隊霊下に編入。第四特化連隊を廃止し、西部方面特化連隊に、第二、第四大隊として編入。旧第四特化連隊の警備隊区の、内佐賀県部分を継承し、第四校舎特化大隊から、佐賀県の三四,四町の警備隊区を移管。第五地対艦ミサイル連隊に、第三百一地対艦ミサイル中隊を、新編し 奄美大島に配置。本部中隊第5地対艦ミサイル連隊西部、方面特化連隊第132特化大隊第302観測中隊共通化この装備品、第111特化大隊第112特化大隊第114特化大隊第128特化、大隊第5地対艦ミサイル連隊警備体育は、大分県中南部の4市を直轄。火部隊を含めると、 大分県、熊本県、佐賀県の合計3県17市14町を村である。ありがとうございます。